グラスバルブ式のスプリンクラーヘッド。赤く見えるグラスバルブが熱で破裂することにより動作する。集熱板付きのスプリンクラーヘッドスプリンクラー設備とは消防用設備の一つであり、火災発生時に大量の酸水で消火を図ることによる初期消火を主な目的とする設備である。一部の設備を除き自動的に作動する。設備の費用は最も高いが、 現在のところ建物の火災時の安全を図るには良い設備といえる。火災で莫大な経済的損失をこむる恐れのある大倉庫、工場や火災が発生すれば消火が困難な高層建築物や地下街、特に福祉施設、病院、ホテル、百貨店など一旦火災が発生すれば多数の人命に関わる事態が懸念される場所で使用される。 自動的な消火装置のアイデアは古くからあるが現在見る形になったのは全米防火協会が企画を指定した19世紀末である。日本では明治期に防石機械と共に輸入されたと言われているが実際の普及は戦後建築物の大型化が進んでからである。昭和30年代まではスプリンクラーヘッドはうんぱ企画で消防用設備一般の規格自体ほとんどが 損害保険料率算定会のものであった。これは、米国同様、協会の指定する設備を設けた場合、火災保険料の大幅な値下げが得られたからである。算定会の規定は厳しく、かえって普及の妨げになる場合もあり、後に、現在の消防法規格の設備が一般的になる。現在でも、海外資本の場合、FM グローバルン不パ規格等の外資、 民間損保企画による設備を要求される場合もある。この場合、日本の消防法で義務でない消火設備を任意で設置する。法の義務設置でなく、規格も異なるため消防法に基づく検査は通常ないが、施主の契約保険会社の厳しい検査がある。外資でなくても、老舗百貨店等は損保仕様の消防法より厳しい基準のスプリンクラー設備を設置している。 設備が高額なので普及は進まなかったが、病院、福祉施設、ホテル等で度重なる火災により多数の死傷者が発生し、残事消防法が改正され、設置義務範囲も拡大してきた。消火ポンプ湿式流水検知装置水源と、加圧送水装置、配管、制御弁、流水検知装置、スプリンクラーヘッド、送水口からなる。加圧送水装置としては、 水源を兼ねた高架水槽や圧力水槽が扱われる場合もあるが制約が大きいのでほとんどが電動モーターとタービンポンプを採用している。電源には非常電源設備の縁が必要である。非常電源の代替としてガソリンエンジンやディーゼルエンジン駆動のポンプが用いられる場合もある。古くは工場等でボイラー設備のある場合、 上気駆動のウォーシントンポンプが用いられた時代もある。欧米では、高接水道をそのままスプリンクラー設備に結合する場合も多いが、日本では水道法の制約が大きいため、住宅用の簡易なスプリンクラーにしか用いられず、普及の足かせともなっている。加圧送水装置以降の設備については、数種の方式がある。最も広く採用されている方式。 湿式スプリンクラーのグラスバルブ。作動温度によって異なる着色がなされている。スプリンクラーヘッドは、火災時の熱により容易に溶ける合金や、火災の熱で破裂する、揮発性の液体を満たしたガラス球で封じられている、閉鎖式、スプリンクラーヘッドが用いられる。一般的なスプリンクラーポンプは、圧力タンクを淵して配管内に水圧を与えており、配管は、制御弁と、 流水検知装置を経由して、スプリンクラーヘッドにつながっている。火災時、ヘッドが開いて流水が始まると、流水検知装置が動作し、同時に圧力タンクの水圧が下がる。この二つの信号のいずれかにより、スプリンクラーポンプが起動し、酸水を継続させる。流水検知装置はアラーム弁が多い。アラーム弁はその名の通り、流水が始まると、圧力スイッチにより、 信号を発する他に、現在では、損保使用の場合のみに多いが、ウォーターモーターゴングへ送水しゴングの明動により、火災の発生を知らせる役目を持つ。スプリンクラーヘッドは、火災が沈下しても、自動的に水は止まらない。放水を停止するためには、沈下を確認した後に、アラーム弁と同じ場所にある、制御弁を人が閉じる必要がある。スプリンクラーヘッドの問題点として、 ぶつかり等による外部衝撃に弱く、それによって火災時以外に放水される水損事故が発生する場合がある。阪神淡路大震災、能登半島地震では、スプリンクラー設備の破損による水損が多発した。また、高層マンションへのスプリンクラーの設置が義務付けられるようになり、設置数も増加している。そのため、それらの損害を防ぐスプリンクラーヘッドの 技術開発が続けられており、全周リング保持方式や、ボール式対衝撃型スプリンクラーヘッドなどが開発、販売されている。スプリンクラーヘッドの不与の水損をバックアップするシステムとして、湿式を作動がある。寒冷地等で、凍結により、酸水不能や、配管の破損の恐れのある場所で採用される。配管に圧縮空気を封入しておき、 火災除ヘッドが開くことによって内圧が低下し、それにより、乾式流水検知装置が作動し、引き続いて放水する構造になっているものである。予査同士式流水検知装置原産室等、不慮の散水により莫大な損失をこむる、恐れのある場所で用いられる。自動火災放置設備等からの信号と、スプリンクラーヘッドの開放の二つの動作がなければ、散水しない構造である。 したがって、単なるヘッドの破損等のみでは動作しない。ただし、設備が複雑なため設置費用が高額になるのが難点である。また、放水開始のタイムラグなど、装置の複雑化によるファクターの増大もある。現在は、蒸気の放水遅れを解消した、予査同士式スプリンクラーも開発されている。この予査同士式タイプのスプリンクラー設備は、一部の フロアだけを予査動式にして、他のフロアは従来の湿式スプリンクラー設備とする構成も可能である。また、既存の湿式スプリンクラー設備において、流水検知装置など一部の部品を交換することで、予同動湿式タイプに回収することも可能である。そのため、設備コストが大きく跳ね上がることもなく、重要なフロアのみにより安全で安心な消火設備を構築することができる。 高天井かつ大量の可燃物が存在する劇場の舞台等で設置される。関熱部のない解放型スプリンクラーヘッドと配管を配置し、火災時に舞台袖に設けられた手動起動装置のバルブの操作や防災センターからの電磁弁の操作により、一斉解放弁を動作させ、一定の範囲のスプリンクラーヘッドから一斉に散水し、消火を図る設備である。 舞台上の散水区画は数箇所に分けている。各起動装置のバルブがどの位置に散水するバルブか分かりやすいよう表示する必要がある。また、通常複数区画同時の散水能力はなく、緑に多数の区画を起動すると消火不能に陥る危険がある。炎感知器と固定式放水型スプリンクラーヘッドドームアトリウムや吹き抜け等の大空間では、 開放式スプリンクラーさえ不適当な場合もある。このような場合は放水型ヘッドを用いたスプリンクラー設備が使われる。放水型ヘッドには固定式のものと可動式のものがあり、大型の可動式ヘッドはスプリンクラーというよりも放水銃に近いものである。放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備でもシステムの構成は開放式とほぼ同じだが、 可動式のヘッドを利用するシステムでは、センサーで火災現場を特定し、放水銃の照準を合わせ放水したり、沈下を確認したら、自動的に放水を停止するなどの、より進んだ制御が行われることもある。また、大型のヘッドを用いるシステムでは、より効果的な放水のため、水流に圧着空気を混入させることもある。ただし、 センサーが誤作動した時には甚大な水損が発生してしまう。規格・編集スプリンクラーヘッドは、水圧0.1インパ以上毎分80リットルの酸水が可能なものである。近年は小区画型と称するヘッドもあり、これは水圧0.1インパ以上毎分50リットルの規格である。毎分80リットルの標準型のヘッドは、 半熱部の鋭敏さで在来のものを2種、感度の鋭敏なものを一種としている。その他、ラック式倉庫用に、毎分114リットルの散水をする特殊なものや、住宅用として設計され、水道管に直結して用いるものには、毎分30リットルというものもある。消防法施行規則に定める、同時に開口し散水する、スプリンクラーヘッド個数は普通の場合、 二種のヘッドでは十個である。多いものではラック式倉庫の三十個がある。小区画型ヘッドや一種のヘッドは同時開放個数が軽減される。この個数により水源水量や機器の能力が定められる。閉鎖型スプリンクラーヘッドの場合、水源水量は同時開放個数、スプリンクラーヘッド放水量20分である。ヘッドやアラーム弁は、 日本消防検定協会の検定機器、フレキハウジング型ツギテアバタフライン類は、日本消防設備安全センターの表情機器を使う、必要がある。FM 規格の場合は、FM アプルーブドの機器、NFPA 規格の場合は、アメリカ保険業者安全試験所認証の機器を使う、必要がある。設計や設置業務を行うには、消防設備士、公主一類の資格が必要である。 また、同資各社による、工事着工前の工事整備対象設備等、着工届出書き、設置後の消防用設備等設置届出書をう。諸消防署に提出するのが通例である。提出後、所轄消防署の消防検査があり、検査に合格すると、検査済み書きが交付された物使用開始が認められる。 建物使用開始後も有資格者による定期点検を行い維持管理する必要があり、所轄消防署に消防用設備等、特例、編集実際の火災では、スプリンクラーヘッド数個程度で火災が制圧される場合が圧倒的であるが、消防法では信頼性の面から厳しい規格を定めている。しかし、火災死者が減少せず、高齢化も進んだこともあって、 相当小規模な建築物にあっても、スプリンクラー設備が必要と認識されるようになってきた。しかし、基本的に大規模の建築物のみを前提としたこれらの規格を、そのまま小規模な建築物に適用するのは不可能でもある。したがって、グループホーム等の六校の炉に含まれる、小規模福祉施設で、従来のごとく専用の水源、加圧送水装置を設けずに、 毎分30リットルの小区画型ヘッドを、降雪水道に直結可能として良い旨の消防規則に改定された。また、住宅用の水道直結スプリンクラーにあっても、作動時のみに、スプリンクラー配管に吸水する装置も開発された、経緯もあるが、従前より低滞水対策が緩和され設備が簡易になる傾向にある。建築物等の防火安全に関する規制は各州に、 油断でられており、州の建築法や消防法によって規定されている。ただし、ほとんどの州が IBC および IFC を引用、参照して制定している。また、スプリンクラー設備の性能仕様や設置方法等は、うんふた基準等が参照されている。消防用設備等の設置にかかる基準は、建築規則の付属技術使用書セクション B に規定されており、 スプリンクラー設備の設置基準も言及されている。スプリンクラー設備の設置基準については、BS 基準及び英国スプリンクラー協会のガイドラインに従い、使用も BS 基準に従うこととされている。スプリンクラー設備に関する基準は、建築設計防火規範第8章、高層民用建築設計防火規範第9章、火災自動警報放置機の設計規範に、 規定されている。インドでは消防及び土地利用と建築物構造の規制は州の権限とされている。ただし、消防用機器等の設置基準をまとめた、ナショナルビルディングコードオブインディア2005パート4、ファイアンドライフセーフティーがあり主要な州では、NBC を参照している。最も信頼性の高い設備ではあるが、1万1バルブが閉鎖されていたり、 ポンプが動かなかったりすると全く機能しないので送水停止には特に注意を払う必要がある。また、スプリンクラーヘッドのそばにまじきりをしたり物を置いたりすると有効に散水できない可能性がある。有効に作動しない恐れがあるのでスプリンクラーヘッドには塗装をしてはならない。水は自動的に止まらないため状況によっては火災による被害よりも散水による 被害の方が上回る可能性がある。よって、スプリンクラー設備のある建物ではあらかじめ制御弁の場所を把握しておき、沈下後は速やかに散水を止める必要がある。スプリンクラー用送水口、左側スプリンクラーヘッドの配置の不要な階段、浴室、トイレ等にも散水できるように2号、消火栓設備同様の消火用散水線、補助散水線が設けられる場合がある。 また、水がなくなっても散水を続けられるように、消防隊からの水の供給を受けるための、スプリンクラー用送水口を置くのが、一般的である。システム構成は、スプリンクラー設備とほぼ同じだが、初期消火だけではなく火災の抑制、炎症防止や、輻射熱低下などの目的でも利用される設備である。消防法施行規則においては、スプリンクラー設備とは別に、 技術基準が定められている。水膜防火設備とも呼ばれる。前述の開放式と類似するが、あくまでドレンチャーは対象物間に水を噴出することで、水のカーテンを作り、炎症を阻止するためのものである。手動で起動するものが多く、大規模な木造の神社仏閣等によく用いられている。気候は開放式スプリンクラーとほぼ同じであるが、 こちらは水を霧状に放射することで、炎に供給される酸素や、副射熱を減少させ、火災の抑制、消火を行うものである。このような特性は、可燃性液体等の消火に好都合であるため、道路トンネル、駐車場、指定可燃物の貯蔵施設などで対応される。小規模な地下室、地下街等で、スプリンクラー設備の設置義務のない場合でも、これらの防火対象ものは、 火災が発生すれば、熱気、農園が充満し消火活動が困難となることが多い。天井に、あらかじめ配管とヘッドを設置し火災時に、消防隊からの水の供給を受けて、火星を抑制し、あるいは消火を図る設備である。閉鎖型の通常のスプリンクラーヘッドを設置し、湿式の配管をなす場合もあるが、ほとんど乾式の配管に、専用の開放型ヘッドを装置して、 所定の範囲に一斉に散水する方式が一般的である。送水区域が複数となる場合、送水口付近には散水するエリアの平面図の表示が必要となる。ありがとうございます。